私は6歳の娘がおりますので、朝こう7時に起きて8時に娘を預けた後3時ぐらいまでやっておりまして、夜は娘を寝かしつけた後に走ったりしております。始めたきっかけは子供が3人いまして、家計の足しにしようかなって思ったのと、勤めていた飲食店の方がコロナで仕事の方がちょっと減ってしまった。だいたい主には平日のお昼と子供が学校へ行っただいたいお昼時に配達しています。ウーバーイーツをやり始めてからこう子供とか家族のペースに合わせて配達できるので、今はもう本当にストレスフリーで心もだんだん元気になってきて、で見る景色も毎回違うのですごくそれが面白くなって、今は隙間時間にウーバーイーツをすることがすごく生きがいになってます。始めたばかりの時はもう筋肉痛になって結構辛かったんですけれど、今はもう慣れたので健康面でいいのかなと思っています。届けた時になんですけれど、ありがとうと言って手作りのハンカチをいただいたりして、そういう時はすごくこちらもなんかやっていてよかったなと思います。本当に女性の方でも家庭と両立しながら自分のスケジュールに合わせて稼働することができると思いますので、ぜひおすすめしたいと思います。